家を神社化するときに一番体で体感しやすいおすすめの場所っていうのがあるので、今回ねそれを中心にしながら体感覚で感じていただけたらなと思いますので、最後までゆっくりとご覧ください。あなたと住まいを笑顔にする専門家、一級建築士の矢野慶三です。幸運すめチャンネルへようこそ。このチャンネル、家を活用して幸運を引き寄せる方法をお伝えしております。はい、ということで、ね、今回ね、ちょっと出張先のホテルから撮ってるので、若干音がね、こもってるかもわかりませんが、ご了承ください。ということでね、早速本題に行きましょう。今回内容はこちらです。家をね、神社化するために、まず初めに取り組みたい場所、5選って話をね、していきたいというふうに思います。家の神社化っていうのはですね、最上級のパワースポット化の場所化みたいなイメージ。だからね、パワースポットの中でも最上級のものだと思っていただけたらいいんじゃないかなというふうに思うんですけども、この神社化はですね、この段階を踏むとね、徐々に神社化が可能だと私はね、確信しているところがあるんですけども、ただね、この神社化っていうのは、なかなかね、分かりづらいところもある。それに対してですね、まずね、効果を感じやすいおすすめの場所からやっていただけたらなというふうに思っているわけなんですよね。そこでね、今回のこの動画を見ていただいたら、家の神社化を図るためにまず取り組みたいおすすめの場所がね、手に入りますから、最後までご覧ください。そして動画の一番最後にですね、質問に沿ってお答えするコーナーもありますので、お楽しみに。そしてね、各種プレゼントもね、概要欄の上のリンク先あるんで、そこからね、プレゼントをゲットしてみてくださいね。よろしくお願いします。それではまずその1からいきましょう。その1はですね、まずはここからやりましょうって話をしたいんですけれども、まずね、この神社化を図る上でね、すごい大切なのが、日本の風水である火葬とのこの関連をね、見ていっていただけたらなというふうに思うんですけども、例えば火葬をやるときには、家にね、ここをやるといいエネルギーが入ってくるっていう場所があるんですけど、それがですね、実は、家の玄関の外側の掃除と、そしてそこにシンブルを設置するってやつなんですよね。他の動画でもね、家の神社化のところのメインテーマでね、この話していることもあるんですけど、今回まずこれをね、やっていただくところからスタートしたいというふうに思います。とにかくですね、家の神社化っていうのは、家の外を整えることがすごく重要なんですよね。どちらかっていうと、家の中を整える話が結構ね、多かったかもわからないし、いろんなね、チャンネルがあると思いますが、家の中の話をね、されていること多いかもわかりませんが、実はね、神社化においては家の外側がすごい重要で、そしてね、この家の外側、特にね、玄関前のあたりをね、整えるってことが、まあ、とっても重要なんですよね。これ理由はね、明白っていうかね、こちらなんです。家の外からやはりね、清らかなエネルギーを家の中に入れたいからなんですよね。例えばね、玄関の内側が いくらね、片付いていたとしても、家の外がね、ぐちゃぐちゃになっていたらね、そこから入ってくる、まあ、エネルギーみたいなものがですね、もう元々なんか清らかじゃないようなものになっちゃう可能性があると。だからそこをね、しっかりとね、整えるっていう意味で、家の外、とにかくね、この家の外側の掃き掃除ですよね。しっかり掃き掃除をする。これがね、まず必須だというふうに思ってください。そして、その次にですね、こちらもぜひ合わせてやってほしいんですけども、家の入り口ですよね。そこにシンボルを置きたいんですけど、これね、鳥居代わりになるというふうなイメージを持っていただいたらいいと思うんですけど、これね、この敷地のね、敷地と道路と敷地があったら、ちょうど入ってくるところの両サイドにですね、このシンボルを置いてほしいんですよね。このシンボルって一体なんじゃらほいと思うかもわかりませんが、シンボルの方は、例えばね、観葉植物、鉢植えの観葉植物を、その敷地境界のところにね、こう置いてですね、その間を通って入ってくるみたいな形で、例えば観葉植物、それ以外にはですね、例えばシーサーとかね、沖縄とかではね、シーサーを置いたりしておりますけれども、ああいうものをね、例えば沖縄に行った時に買ってきて、そして家の両サイドね、この敷地と、この道路のちょうど境界のところにシーサーを置く。あとはね、モニュメント的に、まあ、これぐらいのサイズでもいいんですけど、石をね、両サイドに置くっていうのも、ありですし、あとはね、アートですよね。なんか、買ってきたアートをね、両サイドに置くとかね。そういった形でもいいです。まあ、どんな形でもいいので、ここから入ってくるんだっていう、まあ、ある意味のこの道しるべみたいな感じのものをね、置くことがまず重要だというふうにね、思ってみてください。そしてね、例えば、マンションのように、自分の家っていうのはこの廊下との境界ぐらいしかないっていう方の場合はですね、今度は玄関扉のですね、まあ、外側のこの両サイドに置いていただくっていうのがポイントになります。なのでね、廊下側にね、なかなか物が置けないっていう方はちっちゃなものでもいいので、とにかくシンボルになるようなものを置くというふうにね、やってみてくださいね。
そうすることでですね、そこから、まずね、いいエネルギーが入ってくると。そしてね、掃除するときも、そこをきれいにするので、そこからきれいなエネルギーが入ってくるんだというイメージを持つことが、まあ、とっても重要だというふうにね、思ってみてください。本当にこれね、やるだけでも後でね、あ、なんか本当に気持ちがいいっていう実感を持ってると私は思ってるので、ぜひね、やってみてください。そしてね、実は、このそのにもね、合わせてやっていただくと、やはりね、より効果が感じるので、その次にやりたい場所ということで話をするんですけども、まずね、やはりこの玄関の外を整えたら、次にやりたいのは、まあ、お察しの通り、玄関の今度扉を開いた内側ですよね。とにかくこの内側、雑多にしないことと、そして、埃をね、ちゃんと払うことと、このあたりをね、しっかりしてほしいんですよね。とにかく玄関っていうのは雑多になっていると、玄関に入ってきた瞬間に雑多なエネルギーになっちゃうと。なので雑多にならないようにしながら、そしてしっかりとですね、まあ、ほこりとかね、掃き掃除をして、そしてきれいにしておくと。そうするとね、外から入ってくるエネルギーが、そしてね、こう入ってきた時に清らかなエネルギーになるということと、そしてできればね、清めとして、月2回、1日と15日にですね、焼き塩をしていただいて、そして焼き塩はね、1日しか持たないので、焼き塩を作ったらですね、丸1日置いたら、まあ、まずすぐにもう処分していただいて、それを月2回やっていただきながら、あとはですね、枝付きの葉っぱのホワイトセージか、私の方がね、今販売させていただいているホワイトセージのお香でもいいと思います。これをね、毎日、されるとね、とてもいいんじゃないかなというふうに思うんですけども、この組み合わせでとにかく玄関の外側から内側に入ってくる空気、まあエネルギーがですね、すごく清らかなエネルギーとして入ってくると、そういうイメージをね、まず作っていただくとですね、家の神社家の根本のところが出来上がると。このね、入ってくるエネルギーがどれだけ清らかになるんかということをね、ぜひね、ここで考えてください。そしてその次はね、その3として、これすごいまた大切な話。このね、清らかな心ですね、この心を持続させるために重要な場所って話をしたいんですけども、これはね、実はですね、神社家ですごく重要なのは、空間の清々しさと、そして、そこで過ごす私たちの心がどれだけね、清々しい状態が保てれるか、この二つがですね、相まることで神社家のようなエネルギーになるんですよね。例えばね、神社に行ってですね、まあ、空気を吸ってね、深呼吸とかするとね、心の中も満たされて清々しい気持ちになるというふうに思うんですけども、あんなイメージをですね、まあ、空間の清々しさと、あなたの心の内側の清々しさみたいなものをですね、組み合わせてほしいんですけども、そのね、清らかな心を、まあ、持続、維持させるにはね、これが重要だっていうのが、実はこちらなんですよね。トイレなんですよね。このね、トイレが清潔で清々しいっていうのはすごくね、重要なんですよね。そしてね、このトイレなんですけども、このトイレ掃除を通じてですね、心を磨くようなイメトレをしてほしいんですよね。この幸運スマイルチャンネルでもね、何度かお勧めした、トイレのね、便器をね、きれいにキュッ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 ってね、ピカピカに磨くときに自分の心の中もピッキュ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 ッってピカピカになるようなイメージで、イメージトレーニングを兼ねてですね、ピカピカにしてあげる。そしたら自分の心もピカピカになるんだ、みたいなイメージでやっていただくとですね、その心の清々しさと、そしてピカピカのトイレの便器を見たらですね、それで清々しい気持ちになれると。やはりね、家の中で一番汚れやすいような場所がですね、まあ、綺麗に、そして清々しいエネルギーになっているのが、まあ、ポイントだと。そんな風にね、思ってみてくださいね。そしてその時その4としてね、さらに、清らかな心を持続させるために重要な場所の2って話をしたいんですけども、これね、ほんとトイレと合わせてぜひやっていただきたい場所があります。それがですね、洗面所の鏡とこのカランなんですよね。この給水口です。このカラン、この2つをね、綺麗にしてほしいんですよね。というのも、汚れている鏡で日々自分のことを見るっていうのは、実はね、自分の、まあ、自己価値、セルフイメージをどん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 下げるようなね、逆効果があるんですよね。まあ、汚い鏡で自分が映ったら、汚らしい自分に見えるんですよね。まあ、それに対してピカピカに磨き上げた鏡で、照明のライトもいいような形でですね、鏡に映ると、なんか自分が光り輝いて見えてきて、いい感じになってくるんですけども、それをですね、うまく活用してほしいんですよね。なので、とにかく、洗面所の鏡は、ピカピカにするってことをやってほしいということと、そしてね、合わせて、このカランですね、カランもね、ピカピカにやっていただきたい。
これ1日10分掃除の、例えばね、朝一で私のところの妻とかはですね、朝一で、この空のところをピカピカにして、そしてそこからね、1日スタートさせるみたいなことをね、やってるんですけども、やはりこの、空とですね、そして鏡をきれいにするっていうことはね、日常的にやっていただくとね、それだけでもね、随分気持ちが違う。これがね、実は、持続させる、すがすがしい気持ちを持続させるのにね、すごい役立ってくるんですよね。これ本当にね、大切で、家の空間がすがすがしくても、あなたの心がすがすがしい状態じゃなかったら、これね、まあ、一方だけなのでうまくいかない。この両方、維持させることが大切だというふうにね、思ってみてください。とにかく、玄関の外、そして内側、そして、鏡とかトイレとか花壇、このあたりをね、きれいにすると、まずはすがすがしさが維持しやすくなるということが出てきます。なのでね、とにかく、その辺のところをやりながら、自分の気持ちがね、落ちていないか、すがすがしい気持ちが保てれるか、どうかとかね、その辺のところをぜひね、探ってみてください。そして最後にね、神社家の最重要ポイントの方位を整えると、これね、仮想的な話をね、最後に入れたいというふうに思います。このね、神社家の、重要な方位っていうのがあるんですけども、それがですね、基本的にまずやってほしいのがここなんです。この、ね、家の、この重心から見て、この北西方位なんですね。家の重心あたりから見た北西方位。北西方位とですね、今度はこの家のこの中心付近、このね、家が間取りがこうあった、この中心付近を、清めていただきたいという感じなんですよね。これなぜかというと、まず北西というのは、神様とこのね、つながる方位なんですよね。この神様とつながる方位を整えることで、神社家のエネルギーをね、こう家の中に、まあ、招き入れやすいというふうな感じになります。そしてこのね、家の真ん中あたりっていうのは、あなたの心のすがすがしさの状態と連動していてですね、この家の、中心あたりがぐちゃぐちゃであったり、暗かったりとかすると、あなたのすがすがしさをですね、心のすがすがしさを落としてしまうことがあると。この家の中心あたりがね、清らかになっていて、明るければですね、あなたの心も明るく、まあ、なりやすいっていう、これ連動するんですよね。なのでね、まずはこの2箇所、仮想的にはこの北西とね、この家の重心、中心付近ですよね。ここをしっかりと、まあ、すがすがしい形に清めるということをね、やってみてください。例えばさっき言ったような焼き塩とかホワイトセージもね、効果あると思います。なのでね、最終的には、まあ、片付けた後、焼き塩とかホワイトセージでしっかり清めるということをやるとですね、神社化が、さらに進んでいくというふうに思いますんでね、ぜひやってみてください。はい、ということで最後にね、まとめをやっておきましょう。一つ目はね、玄関の外側、そして二つ目は玄関の内側。とにかくここの二つをですね、きれいにすることで、外から入ってくる、まあ、空気感、エネルギーをね、いいものにすると、すがすがしいものにするという話をしました。そしてね、三つ目、四つ目はね、トイレでイメトレするというふうにして心を清らかにしながら、あとはね、鏡と殻をね、ピカピカにすることでね、これを持続させる、心のすがすがしさをね、持続させるということができるんで、ぜひやってみてください。そして最後はですね、家の重心から見たこの北西と、このね、あと家の中心付近、ここをね、清らかにすることで、神社家につながるすがすがしさをですね、保つことができるということでね、ぜひぜひやってみてください。はい。ということでね、今回の話ね、ピンときたところからで構いませんので、実践して実感してみてくださいね。そしてね、今日ね、いくつかまだ本当はここもやってほしいっていうところがあるんですけども、ちょっとね、尺の関係で話ができなかったことがあります。なのでね、この辺はね、私の公式 LINE の方とかでさらにね、細かな話もしようというふうに思っておりますので、よかったらね、公式 LINE にね、登録してくださいね。概要欄の上の方にリンク先あるんで、そこからね、登録してみてください。今登録していただいたら、風水でやりがちなね、危険な間違いという非公開動画もね、プレゼントしております。はい。ということでね、ぜひぜひ、登録お願いいたします。そしてね、それ以外にもね、各種 SNS いろいろね、情報を発信しております。これね、概要欄の一番下の方にリンク先並んでおりますので、そこからね、フォローぜひお願いいたします。そして一つお知らせです。このね、携帯電話に貼り付ける、このデンジャー防止シールドなんですけども、これを貼り付けてね、電話で話すると肩を揉まれても全然痛くないのに、これを外すとね、すごいね、痛いんですよね。てなるんですけど、この電磁波による体の過緊張みたいなことが起こっていることが分かってきてるんですけども、例えばね、スマホとか、この、例えばパソコンとか、そういったところに貼ったりとかするとですね、人の体の過緊張を解くことができるんじゃないかな、というふうに考えております。よかったらこれもね、概要欄の上の方にリンク先あって、その先にですね、この動画があるんで、まずはね、見て笑ってあげてください。よろしくお願いいたします。それではね、最後に質問にお答えするコーナーですということですね。今回いただいたご質問はこちら。
矢野さん、ためになる動画の配信参考になります。ありがとうございます。質問がありまして、目に留まればアドバイスくださいということで、目に留まりましたよということでね、飲食店の店の中の西側にあたる場所に大きい冷蔵庫があります。移動は難しいので何か対策があればよろしくお願いいたしますということで、このね、例えば家の重心から見た西のね、特に軸線上に冷やすような事象のものがあったら、お金がどんどん出ていきやすくなるっていう話をですね、してる動画をね、たくさん撮ってるんですけども、それをね、飲食店のお店に当てはめられてご質問いただいてるんですよね。で、この時の考え方っていうのは、例えばね、冷蔵庫を移動させるのが難しいと。このね、西の方向にですね、こう、冷蔵庫があって動かすのが難しいとなった時に、じゃあ、どう考えればいいのか、これ、経営者的な考え方をしてほしいんですけども、このお店を使うっていうのは、お金の出が大きい場所だって、お店だっていうふうにして捉えていただきたいんです。なので、それに対する対策はですね、そこのお店のラインナップを、単価を上げていくとか、あとは、そうですね、このリピートをね、どこまで増やすのかとかですね、どちらかというとお金がどんどん出やすいけども、それ以上に、お金が入ってくるような流れを作り出す、そういうためのですね、場所だっていうふうな捉え方をしてほしいんですよね。なのでね、お金が出るっていうことを止めるのはね、なかなか難しいので、もちろんね、無駄遣いをしていないかどうかもチェックはしてもらいつつですね、お金が出やすい場所だからそれ以上稼ぐような、対策、そっちの対策をすることが、まあ、ポイントだというふうに思ってみてください。これね、実は自宅の場合とかでもですね、西の方に冷やすものがあったら、お金の出が多いから、それ以上稼ぐっていう力をつけさせるための家だっていうふうなね、発想も実は、一緒になってくるんですけども、そういうふうに してね、ぜひ捉えて、トライしていただけたらというふうに思います。ぜひね、発想の、まあ、転換ということでやっていただけたら幸いです。それでは最後にね、ピックアップコメントもあるんで、そっちも紹介しておきましょう。いただいたのはこちらです。旧大名家の東京山手、駅のそばの超富裕層さんから南極ツアーで聞いた話ということで、物はたくさん持っているし捨てれないと、そのために家を大きくして何回も海外や都心で建築して引っ越しているっていうようなコメントですね。これは富裕層とかお金持ちの人ほど物をね持っている数が少なくて、一般の人ほど物を持っている数が多いっていう話に対してのコメントだというふうに思うんですけども、これね、例えば例外はあるということは知っておいていただきたいんですよね。どちらかというと、私が言ったこのね、例えば一般の人がだいたい2万点ぐらい、そしてお金持ちな人っていうのはだいたい7000点ぐらいしか物がないって話をしているんですけども、そのね、中身は全然違うんですよね。例えば一般の人ほど2万点っていうものはですね、ガラクタだらけっていうようなものがあってですね、そしてお金持ちになっていく人っていうのは7000点の中でも本当に愛情を込めて置いておきたいようなものを置いているっていうことが傾向的にある。そういう心持ちの人が基本的にはどんどん金を引き寄せてお金持ちになりやすいってことなんですよね。なのでもちろん例外もあります。だからこの例外があるからそうしなくていいでしょっていうことではないというふうにね、思ってみてください。そういうことでね、例外も、もちろんあるのですね、例外にとらわれすぎるんじゃなくて、一般的に皆さんがこれから採用したらいいですよって話をしておりますから、ぜひね、そういう捉え方をしてね、やってみてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日なことを心からお祈りしております。最後まで聞いていただいてありがとうございました。